ここがマグメルドの遺跡？初めて来たんだっけ、フィオラ？うん。防衛隊はよく訓練に使ってるし、僕はいろいろ調べたりしに来るけど、普通は用ないからね、こんなとこ。まあな、この辺りには鬼神兵の部品をまとったモンスターもいるわけだしな。これも鬼神兵のものなの？多分違うと思う。人が入る通路があるし、これは乗り物だったんじゃないかな。防衛隊のホバー輸送艇みたいなもんか。乗り物？こんな大きいのに。うん、すごい技術だよ。一体どんな人たちだったんだろうね、これを作ったのって。俺にはさっぱり見当つかないね。さあ行こうか。エーテルシリンダーがあるのはこの先だよ。おう。ここだここだ、助かったぜシルク。よし、ちゃっちゃと回収しちまうからちょっと待っててくれよな。壁一面にエーテルシリンダー。ねえ、なぜこんな場所までわざわざ取りに来ないといけなかったの？町にもあるじゃない、エーテルシリンダーの供給所。まあね、けどあれだと精錬に時間がかかるし、シリンダー化に失敗することだってあるから。その点ここには精錬済みのものがまだこんなにある。自前でやるより確実ってことだよ。そうそう、コロニーナインの対空砲や自走砲はここのシリンダーに規格を合わせているからすぐに使えるしな。ふーん、でもここって相当昔のものなんでしょ？朽ち果てもせずによく残ってるわね。多分ここには何か力を失わせずに保管するための技術が使われているんだ。悔しいけど僕らにはまだその秘密がわからない。シュルク。でもきっといつか解き明かしてみせるさ。だって過去に誰かが生み出した技術だったらそれは幻じゃない。きっと僕たちにもいつか手が届くはずだ。まあ無理しなくてもいいぜ。必要になるたびに取りに来るのも防衛隊員にはいい訓練なんだしな。シュルクに手伝い頼んでるくせに偉そうに言わないの。それよりシリンダーは取れたの？おう、バッチリだ。サンキューな。もうこれからはあんた一人で来なさいよね。静かにして。お、鬼神兵なの？わからないけど倒
すしかなさそうだ。そういうことなら任せとけ。大丈夫？うん、平気。シルクは？なんともないよ。ラインと君のおかげだ。なんなんだこいつ。今まではこんなのいなかったぞ。まさか、鬼神兵？いや。多分この乗り物を作った文明のものだと思う。確かに鬼神兵とは違うような気がしたけど、なんだってそんなもんが今頃。わからない。ここを守るために作られたんだろうけど、何かに反応して目覚めたのか。だとしたらそれは多分僕たちじゃない。ねえ帰ろう。もうこんなとこ、これ以上痛くない。そうだね。エーテルシリンダーも手に入れたし。おい、なんだよこれ。何この音は。この音は空からだ。あ、あれは嘘だろ。鬼神兵。どうして？鬼神兵団はお兄ちゃんが1年前全滅させたんじゃ。さっきの防衛装置はあの鬼神兵の群れに反応して。急いでコロニーに戻るぞ。うん。おい、この警報音いつもと違うぞ。確か2号警報じゃなかったか。まさか鬼神兵。大型鬼神兵1、ポーター10、ポーターから出た兵隊の数は、バカ者、それだけの数がこんなに接近するまで気づかなかったのか。ですが、鬼神兵はもういなくなったのでは。おい、どうした、応答せんか。ねえ、対空砲1号から3号、迎撃準備はできているのか。行きたりともコロニーに侵入させるな。コロニー中から戦えるものをかき集めろ。非戦闘員はシェルターに避難、誘導を急がせろ。やった。いや待て、バカな、全く聞いてないだと。なんだあの鬼神兵は。あんな方の鬼神兵見たことがないぞ。言うて撃ち落とせ。
モナドならこいつらを倒せるはず。